です。アメリカ国務省は19日に海外旅行中のアメリカ人が現地の危険な状況などに十分な起きうる予測できない攻撃に警戒するようという異例の旅行注意勧告を発表しました。アメリカ国務省は過去に起きたテロ襲撃や脅威について分析したところ、テロリストはホテル、ショッピングセンター、礼拝所および学校などをテロ襲撃の目標とする可能性があり、襲撃の発生は年末の祝祭日に集中すると述べました。アメリカ国務省はこの旅行注意勧告で、オーストラリアのシドニーで15日に発生した人質事件で、人質と